ジャス、山住んでございます。本日はですね、ちょっとね、皆さんに今日は感謝を伝えようかなと思います。ね、2月の、YouTube のね、収益が、1万円超えました。初めてね、1万円超えました。まあ、これまでね、ほんと、まあ、一番良くてもね、まあ、1万いかないぐらい、まあ、5000から1万円ぐらいの間だったんだけど、まあ、今回ね、まあ、初めて1万円超えたということで、もう本当にね、ありがたいね。ありがたいっす。ありがとうございます。本当に。まあ、みんながね、私の動画をこう、まあ、見てくれたりだとか、まあ、コメントしてくれたりだとか、そういうのがね、励みになって、まあ、ようやくここまで来たのかな、という思いがありますね。まあ、YouTube 始めたのが、2019年の6月かな ?6 月5日だったと思うんだけど、そっからね、始めて、まあ、大体、まあ、まだ5年は経ってないけど、でもほんと5年近く、まあ、4年半ぐらいか、経ちましてですね、まあ、ようやく、まあ、ここまで、来ましたよ、というところですね。まあ、収益化が始まったのが、去年の2023年10月ぐらいだったと思うから、だから本当にね、そこから、まあ、10月から5ヶ月間ぐらい経ったということかな。まあ、半年ぐらい経って、まあ、ようやく、まあ、1万円超えましたよ、というところで。まあ、多分その詳しい金額出すと、なんか YouTube さんからね、警告受けるっていうから、まあ、詳しい金額はダサいんだけれども、まあ、1万円を正直言うと大きく超えました。まあ、その大きくってのはね、人によってこの振れ幅があると思うんだけど、まあ、個人的にはその今までもらっていた、まあ、Google さんからね、いただいていた報酬に比べると大きく伸びました。まあ、それはね、まあ、一つ動画が、まあ、軽くバズったっていうのもあるんだけど、まあ、その資格マニアが憧れる資格っていうね、まあ、そういう動画がちょっとね、まあまあバズったんで、まあ、それも大きな要因ではあるんだけど、それ以外のね、動画も、まあまあ結構こう、なんつうのかな、再生回数も良かったりして、まあ、そういうような感じで多分今回、まあ、1万円超えたのかなっていうふうに思いますけれども、まあ、本当にね、ありがとうございます。まあ、私が YouTube 始めたその、まあ、2019年のその時に、私が最初に思い描いていたのは、まあ、その時は一番最初は危険物おつよの動画撮ったよっていう、おつよの資格撮ったよっていう動画をね、出したんだけれども、やっぱその時にね、本当に思ってたのは、まあ、登録者1000人超えたら、要は収益化できるでしょ。だから収益化します。で、Google からお金をもらいます。で、そのお金を使って資格の勉強します。で、また資格合格して、動画を作ります。その動画でまたお金を回収します。で、また次の資格合格しま、勉強します。で、それをまた Google に、Google というか YouTube にアップして、みんなからお金をもらいますっていう、このね、三角形。これをね、私は描いていたんですよ。勉強して資格取る。で、それを動画にして、で、Google からお金もらう。で、もらったお金でまた資格の違う資格の勉強する。で、また合格する。で、この三角形をね、私はもう思い描いていたんだけど、それがね、現実になりつつあるね。本当に。だからそうすれば、要は私の、要は、個人的な財産を払わずとも、ただで、要するに、要はただで勉強することができる。ただで、私の自分の好きな、興味のある分野に対して勉強することができるなと思って。だからこれはすごい三角形になるなっていうのを、私はその YouTube 始めた当初思ってたんだ。それが、まあ、まだ完全な状態ではないんだけれども、それがね、今、この5年目にして、ようやく身になりつつある。わけなんですよね。本当にね、ありがたいなと思って。まあ、ここまでね、もうずっとまあ、要は無賃労働というか、まあ、無給労働というか、もう完全に趣味の世界でやっとったんで、もうね、そういうね、最初に思い描いてた世界のことね、もうもちろんね、忘れてた時期もあるんだけれども、ただそれでも、まあ、ようやくここに来てね、まあ、まあ、収入が、まあ、要は1万円超えたということで、まあ、その1万円持って、また他の勉強するっていうような、ところなんだけれども、ただね、やっぱ1万じゃ正直足りんのよ。もう全然足りないんですよ。要は資格の、まあ、試験受講するのにも、受講料だけというか、受験料だけでもう1万円ぐらいしちゃうわけだから、それプラスアルファではテキスト買ったりだとか、まあ、あとはそこに、要は試験会場に行くまでの交通費だったり、まあ、そういうのもいろいろこう考えると、まあ、全然足らんのだけど、だからやっぱりこう目標としては、まあ、2万円かな。2万円あれば、多分、その1ヶ月間で私が、要は受講料を払うお金だったり、テキストを買うお金、それをね、ペイできるんじゃないかなと思うよね。まあ、ただま、確定申告のね、税金の話もあるから、まあ、ちょっとね、それはどうなのかなって話なんだけれども、やっぱそのね、こう三角形をやっぱ作るには、やっぱ2万から3万はいるなということで、もうちょっとね、モチベーションが上がりましたね。なんかこう、自分が一番最初に YouTube 始めた5年前のね、あの時に思い描いていたことが今ようやくここに来て現実になりつつある。
もうこれがね、非常に、まあ、個人的には、嬉しいし、なんかすごいことなんだと思いましたね。本当に地道にね、コツ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 ね、ちまちまね、5年間ね、5年間よう続けたなって思います、もう本当に。もうなんか涙が出そうだよね、本当ね。まあ、もうちょっとでね、ほんとね、700本ぐらいになるわけですよ。動画を、私が作った動画をね、700本ぐらいになるわけなんで、ここまでね、ようやったな、と、もう自分でもほんと思うね。で、もう毎日毎日さ、こう、まあ、私一人暮らしでさ、もうずっと一人で、こうやって動画も撮影してさ、撮影し終わった後に編集してさ、なんか、一人でさ、なんかそう、編集してる時間とかさ、俺何やってんだろうな、みたいな。で、一生懸命こう、なんだろう、カットしたりするわけだよ、動画のカットしたりするんだけども、カットしてさ、わー結構頑張ったなと思ってもさ、その動画の作った時間見たらさ、わずか3分みたいな、え3分みたいな、めっちゃ頑張ってカットしたのに、わー3分しかついてないじゃんみたいな、何これもうめんどくせえってね、もうね毎回ね思うんだけれども、それでもねよくもまあここまで続けてきたなと、まあ個人的には本当ね、もうよく頑張ったな俺って思うんだけれども、だからね本当みんなにはね、なんかこう自分がね興味あることに関しては本当ねちま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 ねずっと続けてみてほしいよね。もうね、何回も仕事辞めてるお前が言うな、みたいなね、そういう話にはなるんだけれども。だけどほんとね、もうそうやってなんかこう、ちま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 続けてると、もしかしたらなんかまあ、私はまあうまくいった方なのかもしんないけれども、なんかこういう風にね、なんかこう自分が思い描いていた世界っていうのが、5年かかっちゃったから、なんだよって話したんだけれども、だけど5年かかってでもなんかこう自分が思い描いていた、始める時に思い描いていた世界っていうのが、ここでようやくこう、形になる、なりつつあるわけだから、そういう風になんかこう、ちまちま続けていると、自分が思い描いていたものに、が形になる可能性があるというのが、私は今回この YouTube でやってみたこの件で、なんか、分かったよね。ほんとね、私の、まあ、動画にね、コメントしてくれてる人もね、かなり増えまして、私がね、一番最初にね、上げた動画とかね、もう見てもね、今でももうね、笑っちゃうんだけど、お前誰だよっていうね。なんかもう、すんごい暗い声でさ、ね、もうなんかお前誰だよっていうね、なんかそういうね、感じの YouTube 動画だったりするんだけど、まあ、それがまた逆にね、こう今のこの明るい感じのね、成長に繋がってるのかなっていうのもあるんだけど、まあ、ということでね、まあ、今後ともね、皆さんぜひよろしくお願いしますということでね、本当にね、みんなのね、コメントで、まあ、自分自身のそのやる気っていうのかな。ああ、今日もなんか疲れたし、動画撮んのやめようかな、編集すんのも明日でいいかなとかっていう、そういうのがあるんだけど、だけどみんなが俺の動画待ってんじゃないかな、みたいな。もう大げさなんだけど、大げさなんだけど、あれもしかしてみんな俺の動画待ってんじゃないかな、みたいな。逆にこう動画をアップロードしなかった人がちょっと心が痛かったりするよ。なんかごめんね、今日ちょっと俺忙しくて動画上げれねえわみたいな、ごめんごめんごめんみたいな心の中でこうごめんねって言ってんだよね。なんか、だからほんとね、もうお前考えすぎだよって話なんだけれども、だけどほんとにそれぐらい私の中でこの YouTube っていうのは、まあ生活の中でね、一つの大きなものになってるから、まあもちろんね、もう動画撮るのも編集するのも全部一人でやってるから、だからまあ誰かにね迷惑かかったりするわけじゃないんだけど、まあだけどね、まあこれからもね、みんなまあぜひね一緒にね歩んでいってほしいよね。なんかもう本当に大げさな話なんだけど、もう本当にね、まあみんなには本当にまあ感謝してますね、ありがとうございますっていうような感じですね、本当に。まあこれからもね、まあ、私のこの多分動画編集の技術っていうのはもう多分これ以上向上することはないだろうから、だから他のね、超絶トップ YouTuber みたいにね、なんか効果音をつけたりね、なんか面白い編集っていうのは多分期待しないでほしいんだけど、まあ、ただ、まあ私山津がね、挑戦していく姿っていうのを見て、まあ、まあこのね、こんな雑魚がね、なんかやってんのに、まあ俺もやんなきゃみたいな、そういうふうに思ってくれればね、いいのかなっていうふうに思いますね。だからまあぜひね、まあ、こんなはね、私みたいなね、クソ雑魚人間にね、負けないようにね、ぜひ頑張ってほしいなと、いうふうに思いますね。ということで、本日は以上になります。もう本当にね、これまで、まあ、ありがとうございますということですね。まあ、2月の、まあ、収益に関しては、まあ、まあ、一応、まあ、1万円超えましたよと、いうところで、本当に、ありがとうございました。まあ、ぜひね、まあ、これからもよろしくお願いしますというところですね。まあ、私だけがね、このなんか、美味しい思いしてもしょうがないから、ぜひね、私の動画で見て、まあ、少しでもね、ああ、俺も頑張ろうかなって思ってくれれば幸いなんで、まあ、そういう動画もね、まあ、今後もちょっと作っていこうかな、と、思いますんでね、またぜひよろしくお願いします。それじゃあ、ありがとうございます。じゃあ、バイバイ。2階です。